原生版タイガーファンディング志願者募集中、詳しくは概要欄から。でもなんかいつかね、こういうメンバーとちょっとスターダム選手と共演したいね。いや、どんな感じになるのかね。全然見たいね。お前がスターダム選手みたいなだけだろ。いや、違います、全然違います。新旧の女子プロレスの代表ということで、ね、誰かスターダムの選手知ってるんです？全く。ほら、みんなねえんだよ。なんかあのほらで回りに回ってるんですけど、なんと、キューティーさんの引退は、いいですか？いいよ、まあ、いただきます。これ尾崎さんとシングルだったんですか？え、違います。 あ、違います。あれ、あれ引退は多分3対3とかじゃなかった？あれ、でもやっぱりこれ同期なんですね、皆さんね。そうです、はい、4人。すごいね、こう同期のこう絆っていうのはすごいね。それはあるよね、どうしても。はい、はい、ね、それはあるよねって、ザガさんないじゃないですか。ザガさんないでしょ。違う、あるよねってないじゃない。違う、早めにいないから。しかもヤングピアノ、ケンケンをなんで呼ばないの？いや、あんま好きじゃない。花輪聖子なんて呼ばないの？あんまり好きじゃない。人間は好きじゃないわけじゃないけど、うん、生活が違いすぎ。そうですね、それもある。だからそれは、それは話は合わない、うん、彼女はこんだけの部分しか知らない。いや、わないって当時のこと言う話でも、そんなの私が覚えてない、うん、いや、ほら、じゃあさ、もうね、正直何でも手に入れたじゃないですか、うん、富も名誉もお金も全部入れたじゃないですか、うん、だから何？そしたら優しくしてあげなさい、ほんと。向くねえ、私は普段会わない昔の懐かしい知り合いも、はいはい、今の子たちの方が大事だから。かっこいいね、またありがとうございます。朝これね、ファンの人ファンになっちゃうね、これね。でも当たり前じゃん、ほんとに、うんうん、その子たちに世話になってないし。そうだよね、この子たちの方がよっぽど世話になってるよ。そうだよね、今の子を大事にする。でも僕はね、ちょっと正直尾崎さんとのエイジ115のタッグがなんかジャガーさんの一つの起点になったと思ってるんですよ。なんかあれでちょっと変わったなと思うんですよ、うんうん、それはすごく、いや、ほんとすごく思うんですよ、うん、もちろん。ありがたいよ、私がありがたい。大きかったなと思うんですよね、絶対大きかった。あれなかったらジャガーさんもそのままなんかこう尻つぼりになってたんじゃないかなと思うんですよ。じゃあっとそれで最後に終わってると思うんだけど、うん、ほんとやってきてよかったっていう、あ、いいよね、ほんとにやってきてよかったっていうのを感じさせてもらったな。いや、もっとね、トースポ出してよ、これ、うん、思いますよ。今もう遅いから1年かけて、ほんとだって今継続中ですよ、エイジ115、うん、すごいよね。この間ゴルフ行ったんですよ、はい、そしたら、はい、ほんとにもうジャガーさんよりもっと上の夫婦がいて、うんうん、そしたら、あの試合見てますみたいな、ほら、あのギネスおめでとうございます。あらららら、素晴らしい、うん、あの夫婦二人とも、うん、へえ、おいくつぐらいの方？もうね、60、まあ私はまだ近いじゃんね、うん、いや、こういうのってね、20年後に振り返るとまずね、すごいんですよ。絶対記録塗り替えられないし、うん、すごかったなってまた再ブレイクするんですよ。いや、ダンプなるんですよ。ダンプとクレーン優優に加えたら無理。じゃあ挑戦してもらおう。ダンプさんとクレーン優挑戦してもらおう。ちょっと一回やろう。お前笑いすぎる。いや、ちょっとクレーン優さんが出てくるかと思ってびっくりした今。じゃあおつわかでお願いします。あ、年齢は超えてる。年齢は超えてるから。年齢は超えてますよね。いや、でもわかんないじゃん。汚いで使ってどうにか乗ったら強いんだよ。申請するのも大変ですからね。時間かかったよ。なんかあれってめんどくさいんでしょ。え、中村くんがいなかったらも大変だった。おっと、愛してるよ。おっと、よかったよかった。そう、あんた、ジャガーさんこぼれたくなるやり返せよ。結婚してるからって私だってしてんだよ。いや、でもね、やっぱりね、こういう業界にはちゃんとした人が一人必要なんだよね、うん、またくさん入りすぎてもめんどくさいからな、うん、ね、いやいや、だいたいね、今日はね、話が終わったんですけども、はい、もうね、今日はいろんなことありましたね。なんか、泣いて笑って、もう、まあ、先生、内容っぽいんじゃない、今日、ね、先生のことも今日いっぱい先生にも質問して、先生の、はい、ちょっとね、家族のこととかも知って、いやいや、本当に僕のこといらんことですけど、なんかいやいやいや、みんな聞きたい、そう、聞きたいよ、聞いてる方だからね。苦労したよね。してないんですけどね、まあ、ジャガーさんに苦労させられてるだけなんですけど。痛い痛い痛い、なんも言えねえ、ね、うん、
何なんだって言ったの。なんか、そうなんだ、あ、幸せだねとか言わないっつそうだね、今度頑張ります。普通だってあんたたち年寄りでしょ。もちろんそうなんですけ ど、なんかあんまりにもこうやって演じるとかされてる先生見たら、あ、先生も苦労してる。今はカメラさんあるんじゃない。わかる。普段なんて、先生が言うたらジャガさんが、はい、分かったよ、あなた。何あなた。あなた。世間の人は誤解してる多いけど、全くないよ。こっぴどいよ、いつも。あるでしょ。ありません。絶対ありません。絶対ありません。いやいや、でも、次はあれですね、4回目はどういうネタでいこうかね。先生が頑張らないと。また、あの、笑いをもっとするじゃない。あー、確かに会いたい、会いたい、会いたいし、ね、キューティーも読んでもいいんじゃない。あ、そうだ、キューティーさんぜひね。いいね、4回目はキューティーもどんな話をしてくれるかちょっとですね。はい、あと見たいね。その芸人知らないから、はい、その芸人意味がないと思う、岩橋さん。あー、はい、その人は意味ないで失礼だろ、ほんと見れたら。まあでも喋ったらジャガさん面白いかもよ。絶対キューティー、いやそれはって決めるけど、キューティー言ってる人間ない。キューティー、キューティー、キューティーがちょっと今度何を喋ってくれるかが、ね、ちょっと楽しみ。キューティーさん、まあ、大したこと喋んない。確かに、まあまあそうかもしれない。ちょっと答え外れかもしれない。あのちょっと青っぽいよね。そうなんです。そんなことないよ。大正解。なおないよ。顔は可愛いけど青っぽい。そうなんですよ。結構好きやけどね。いいよね。ジャガさんがいじってやってください。いや僕は思うけど、尾崎さんのプロデュース能力すごいね。だけどさ、面白いのだけどさ、まだタメ語使うの。本当だ、間違った。そうしろよ、間違った。お前詐欺が入ってるから違う、違う、違う、あいつ、あいつ、田舎人、でも違う、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 タメ語使うから。いや、面白いのにもっといろんな人に見てもらいたいな。あ、ですよね。そう、いや、本当に広げたいですね、僕は。そうなんです、面白いなと思うんですけど、うん、はい。あ、じゃあ、岩橋君に興行に来てもらったらいいかな。私が決める。いや、皆さんね、ほんと尾崎さんの試合見てほしい。多分ね、ファンになるよ、普通の人は。普通にファンになりますよ。皆さん、どうしたんですか。むせちゃった。ごめん、ごめん、先生、ごめん。むせちゃった。ごめんですね、まあ、年齢ですね、年齢。俺、簡単に会えるようになるよ。いや、そう、そう。やっぱ年齢怖い。そう、なるよ。もうね、年取るとまず必ず病気と薬の話ね。おかしいからね。絶対なるね。何でもいいね。近況、近況。分かんないけど、まあ4月28日のちょっとまあ宣伝見どころをお願い、一人ずつお願いします。あと尾崎の魅力。はい、言ってみ。尾崎の魅力言ってみ。いや、私の魅力よ、二人とも分かんない。近くで見てます。そう。はいはい。1週間ぐらい時間いただかないと魅力出てくる。いや、なんでよそれ。もうずんちゃん真面目すぎ、面白くない。いやいや、それはまあ4月28日をね、ご見どころっていうか。4月28日は、はい、そうですね、今、本当小沢アカデミーとしては団体で一番大事なベルトが外に出ちゃってるんで。ですよね、確かに。で、それをきっと取ってくれるとは思ってるんですが、うん、万が一のことが起きたら、ね、両方持っていかれちゃうっていうのがもう。そしたらどうですか。誰かが責任取るわけですよね。そしたらジャガーさんに言ってもらうしかない。おさきがもしやられたらジャガーさんが言ってくれるって。ちょっといいですか。お願いします。ぶっ飛ばす。お願いします。ジャガーさん、本当はの準備だけしといていただいて。よろしくお願いします。おつのベル、ジャガーさんがダメなら俺が行くよ。おお、そっちが見たい。そっちが見たい。私も見たい。そっちが見たい。そして、あ、はい、はい、まあ、先ほどのご紹介の通りで、第1試合の、はい、タイトルマッチから始まって全試合見どころがあるので、うん、かなり大阪ジミーとしては充実の気になるカードを揃えてます、うん、ね、はい。そしてスペシャルリングアナウンサーで関西さんも出てきますので、おー、はい、おー、よろしくお願いします。リングアナウンサーね、やってる、はい、もう絶対損はさせない大会になってます。ですよね、うん、まあ多分ね、多分2万円ぐらい払ってもそうないね、これね。いや、あんただってわあすごい、あれでしょ、え、私のところでこうくれるんですよ。もちろんですよ、もちろんですよ。わあすごい、カプチョワンの尾崎にももちろんですよ。どっちかと家族でも尾崎さんにあげたいよ。わあ、そうだよね。尾崎にやって、え、その日は JJ 君も来ますか。もちろんです。来るかな。 JJ も来ます。 JJ 来ます。
いや、そしてなんかこう得点あるんですか、これを見た人に得点みたいなの、それはないんですか。何の得点あげないの一発の何の得点、例えば先生何の得点。いやいや、なんですかね。ジャガーのパンチ。おおお、いや、そんなこと言ったらいっぱい来るよ。ね、お酒のパンツパンチとパンツ、私のパンチ、あ、昔からそういうのやるパンチとパンツでドッキュンコみたいな何だったんだっけ。違うやパンチでデイク、これ何だっけ、だだだだだ、あの5対5のやつ、あ、メトメトあった、そう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 、こういうあの作品の時もある、あ、そうそう、あったよね、なんかね、何とかあったと、あれも面白かった、何とかなんとか、そう、あの作品の何とか、そうだ、こいつらもるい、いやそうね、同じ世代ですよ、ちょっと上だからさ、私同じだね、まあまあね、まあちょっと、いや、でもちょっとじゃないけど、痛い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 、あ、そうなんですね。まあ、私と赤木さんの差だ。赤木さん、赤木まりこさんだよね。そうそう、あ、じゃあやばい、食べ物、食べ物、食べ物、お前ほんと調子乗んなよ、お前ちょいちょい食べ物使ってんかんな、社長になりすぎなんだ、調子乗んなよ、お前社長が何も飲んじゃん、酒のせいだろ、あまり飲んでないじゃん、今びっくりしちゃった、今、全員の音してるみたいな、あ、お前かっ、すぐ手挙げられる、本当にこれ楽しすぎるね、まあ、次回キューティーさんもお招きしますので、絶対あのキューティーあの呼ぶ、言いますよ、言いますよ、ぜひ、皆さんご期待ください、はい、また最終回、なんでぜひって言ったの、ぜひだろう、ぜひ、あ、ぜひですね、面白くぜひって言ったの、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 あ、そう、気にならなかった、ぜひのことをぜひってわざとギャグ、わざとってわざと、ギャグ面白くないじゃん、お笑おうとしてるのにめんどくせえな、ほんまに、お前それ普通に締めろ、終わろうとしてんだよ、ほんま早く普通に締めろよ、でもなんかあっという間ですよね、何時間ぐらいやりました、ほんまに1時間40分やってますね、ええすごいね、そうまあまあ、じゃあさん、最後にじゃあね、それだけか、おいそれだけか、おい素晴らしい、まあまあ、尾崎さん、川崎さん、今日まとめていただくとどうでしたか、あ、じゃあ社長の尾崎さんが最後に、はい、お願いします、楽しかったです、お前中川さんと同じからよ、ピアンでね、じゃあ、ちえちゃんからね、お願いします、今日はもうリングアナウンサー、はい、頑張って、赤コーナーやれって言ってないよ、みんなが頑張れって言っただけだから、赤コーナー、いや、でも本当にありがとうございます。ありがとうございます。3度目、3回目なんですけど、はい、本当にあのいつも甘えさせていただいて、はい、もういっぱい喋って、はい、いっぱい食べて飲んで、好き勝手飲んで、はい、好き勝手やらせてもらって、すみません、ありがとうございます。しゃー。それも全部持ってきてくれて。でね、この間、あのフェイスの時に、ね、2人が入場する時に、はいはい、ベルトっつって、あタックのベルト、はい、そうそう、じゃあマジでなっちゃうんだから、まさかまさかまさか、まさか、あいつ忘れてた、忘れた、まさかだから私来んねん持ってく、もうベルトの中でなしで、最悪やん、面白いね、これ裏側ちょっといいね、裏側赤いよ、って何する、二人そのためにさ、ジャガーさんが負ければいいよ、大崎みたいな、あもう入場しようみたいな、ジャガーさんあっさりしてるから、そう、いや、私の曲があるんだから、はい、あ、そうなの、そうかっこいい曲だ、どうなの、わぁ、トントン、あいつが決めて、いや、なんで、あいつで、ね、この間あのフェイスの時にね、2人が入場する時に、はいはい、ベルトっつって、あタックのベルト、はい、そうそう、じゃあマジでなっちゃうんだから、まさかまさかまさか、まさか、あいつ忘れてた、忘れた、まさかだから私来んねん持ってく、もうベルトの中で、なしで、なしで、最悪やん、面白いね、これねえ、バカにしてるあんなね、こいつ一回殺さない、いやでもすごいね、こんな裏話までね、うん、ベルトを忘れてきたスタッフの方がいると、バカ野郎、バカ野郎、
いや、いいね。タッグチャンピオンのベルト忘れちゃってさ、まあ、まさかのありえないよね。結局は、はい、どうにかなるのよ。いや、そうだけど、まあ、そりゃそうだけど、そりゃそうだけど、この4月28日にもう全集中でね、うん、この時はベルトはあるわけですよね。もう、なんなら全然ベルトはあるわけですよ。え、組まないから。いや、それでもさ、あんまりけどしていい、うん、ね、しないとおかしいじゃないですか。なんなら、まあ次の日のディアナもそうしてかねえよ、してかねえ、おいおい持っていくの嫌なんですよ、ジャガさんね、めんどくさい。なんだよ、まあジャガさん連日だってさ、ジャガさんそうか、コラケンだって、私ってそのものがチャンピオンじゃん。いっそ、かっこいい。なにそれ、ほんまや、ほんまや、かっこいい。よう考えてみ、客観的な話を。チャンピオン。なんかベルト団が分かる。いなくてもいいんですよね。そうそう、存在はチャンピオン。そう。存在がチャンポン。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 ジャガさんがチャンポンやったらお前サラウドンだよ。わい、イエーイ。あの、すいません、もう終わろうと思って。はい、はい、そうだね、そうだね。はい、すいません。こうやってカットすっから面白いやろ。カットしないんですよ、これ、結構行くんですよ、その面白いね。じゃあ今日はやっぱりね、関西さんに最後、じゃあ締めて、はい、締めて、さっき締めたけどですよね。先生、さっき締めたけど、みんなで乾杯とかに、乾杯ですよ。はい、そうですね、せーの、今日の YouTube にも乾杯、乾杯。